ナタリア・ブラジミロブナ・ポクロンスカヤは、クリミア共和国の検察官、政治家。ロシア連邦にて、国会議員、国会議員資産公開委員長を務めている。ウクライナにて、クラスノグバルデースク軍裁判所検事補佐、イエウパトーリア市裁判所検事補佐、クリミア自治共和国高等検察庁検事、最高検察庁検事、クリミア共和国にて最高検察庁検事総長。 ロシア連邦にて、クリミア共和国高等検察長検事長などを、歴任した。1980年3月18日に、ソビエト連邦のウクライナソビエト社会主義共和国の、ボロシーロフグラード州ミハイローカに誕生する。1990年に両親と共に、クリミア州イエウパトーリアに移住した。2002年に、ハルキウ国政総務大学のイエウパトーリア校を、 卒業し、ウクライナのクリミア自治共和国高等検察庁に入庁した。ウクライナクラスノグバルデースク軍裁判所検事補佐、イエウパトーリア市裁判所検事補佐を経て、2010年にクリミア自治共和国高等検察庁本部に移動し、警察などの組織内部での不正を取り締まる監視部の副監督官を務める。2011年にシンフェロポリの検察官を務め、ギャング団、 場所巻キに関与していたとして、SC タフリアシンフェロポリ元監督で、最高議会議員のルーイン・アロノフの裁判を担当した。その後、ウクライナ最高検察庁に移動し、上級検事となったため、首都のキエフに移る。2012年10月から12月にかけて、クリミアコース裁判所の首席検察官、その後は2014年3月まで総務総局、第2部に配属された。 総務総局、第2部時代の2014年2月25日には、強盗が路上をカ歩する土地で、勤務するのは恥であるとの理由で辞表を提出するが、辞表は受理されず、休暇を与えられ、両親の住むクリミア自治共和国に戻る。クリミア共和国2014年3月11日、クリミア自治共和国最高会議とセバストポリ主会議は、クリミアセバストポリ独立宣言を採択した。 それに伴い、クリミア自治共和国とセバストポリ氏は、クリミア共和国として、ウクライナからの独立を宣言した。同日付で、ポクロンスカヤは、クリミア共和国最高検察庁の検事総長に任命された。前任者が、ウクライナの暫定政権に忠実だったため、クリミア共和国閣僚会議議長である、セルゲイアクショーノフが任命したものだが、それ以前に、 元クリミア検事副長オビアチェスラフ・パブロフら4人の男性が任命されて辞退していた。ウクライナの暫定政権はこれを受けて彼女の検察官の地位を剥奪した。検事総長就任後、ポクロンスカヤはウクライナの特殊部隊ベルクートが関与したシンフェロポリ事件の捜査を行った。3月19日には事件に関与した狙撃手が交流中で捜査が継続中であることを公表した。 彼女は、ユーロマイダンで起きた暴動と比較し、シンフェロポリ事件は、ウクライナとクリミアの軍事衝突を誘発するものと、見解を述べた。ロシア連邦二千十五年三月二十四日、最高検察庁の検察幹部会議にて二千十五年八月十九日、クリミア連邦管区の法と秩序に関する会合にて二千十四年三月十八日、ロシア連邦とクリミア共和国との間で、 クリミア共和国をロシア連邦に編入し、ロシア連邦に新たな連邦構成主体を設立することに関するロシア連邦とクリミア共和国との間の条約が調印され、クリミア共和国のロシア連邦への編入手続きが開始された。これを受け、ロシア連邦最高検察庁検事総長であるユーリチャイカはクリミア共和国の検察機構を ロシア連邦の検察機構に編入するよう指示し、ポクロンスカヤは3月25日にクリミア共和国高等検察庁検事長に任命された。チャイカの指示により、ポクロンスカヤはクリミア共和国に設置された高等検察庁と22の地方検察庁を率いており、3月27日には司法上級顧問に昇格した。なお、ロシアへの編入にあたり、 セバストポリは都市単独で一つの連邦構成主体となる連邦市として位置づけられたため、クリミア共和国高等検察庁とは別に、セバストポリ市高等検察庁が設けられることになり、そちらの検事長にはイーゴリシェフチェンコが任命された。これに対し、ウクライナの暫定政権は内務省を通じて、ポクロンスカヤを国家権力と憲法秩序を破壊する陰謀に関与したとして、 指名手配した。ウクライナの決定に対し、ロシア連邦院は、決定は、ウクライナ側のハッタリに過ぎないと決議した。2014年4月4日には、増収愛事件に関与した、ヤルタの検事補佐、エフゲニー・ポメロフの捜査を行うロシア、連邦保安庁への協力を表明し、11日には、法務官に任命された。5月2日には、ウラジーミル・プーチンにより、 クリミア県事政に任命され、4日にはクリミアタタール民族会議を過激派組織として告発した。5月12日に欧州連合の制裁対象者に指定され、ポクロンスカヤは EU 諸国に資産を所有することができなくなった。EU に同調したカナダもポクロンスカヤを制裁リストに加え、8月4日に日本が9月2日に、オーストラリアが12月19日に、 アメリカ合衆国がそれぞれ制裁リストに加えた。ポクロンスカヤはアメリカが作成した制裁リストに記載された唯一の女性だった。9月にはロシアのクリミア併合に反対する住民をウクライナに強制送還すると宣言した。2015年3月11日にクリミアを訪問した鳩山幸男の要望で同席したポクロンスカヤを共同会長とする。 日クリミア友好協会を創設する合意が交わされた。6月11日にはプーチンにより第3級国家司法官に任命される。2016年10月26日、全ロシア人民戦線の集会にて検察官として勤務している頃から連邦議会の会員にあたる国会員の議員になるのではないかと取り沙汰されてきた。2015年7月20日には、 ポクロンスカヤが統一ロシアから2016年の国会議員選挙に出馬する可能性をイズベスチアが報道した。また、ロシア社会経済政治研究所が行ったロシアの将来性のある政治家上院100人の調査でポクロンスカヤは10位に選ばれている。2016年9月27日に国会議員選挙に出馬するために クリミア共和国高等検察長検事長を辞任した。ポクロンスカヤは統一ロシアに入党し、9月18日に当選した。1年生議員でありながら、10月5日には国会の資産公開委員長に就任した。ロシアの世論調査によると、2018年ロシア、連邦大統領選挙の有力候補者として期待されていた。 日本を視察するための訪問ビザを申請していたが、長期間の検討の末に発給を拒否されたと、ロシア政府系メディアスプートニクが2019年10月に報じている。2016年1月12日、クリミア共和国首長、セルゲイアクショーノフラと結婚歴があり、娘がいる。両親はクリミアで暮らしており、父方と母方の祖父は、第二次世界大戦で死亡し、 祖母だけが戦争を生き残っている。彼女の建設時代の経歴については、ロシア国内においても12年のキャリアがあるという、こと以外は報じられていないとされる。参議院議員の浜田和幸は、彼女が有事において、検事総長に抜擢された経緯について、ロシアに批判的な国際世論が高まる中、彼女の容姿への注目を利用して、 クリミアの住民投票の正当性をアピールする意図を持ったタイ側への世論工作であると主張している。検事総長就任直後の記者会見が世界に配信されるや、否や、ポクロンスカヤの美貌が話題となり、インターネットユーザーを中心にイラスト化のブームが発生した。この動きは本人も認知しており、仕事の成果を評価してくださいと言及した。また、ツイッターには、 ポクロンスカヤを語るなりすましアカウントも登場した。また、ロシア連邦の検察当局には、ポクロンスカヤに対する問い合わせが殺到する事態となった。ロシア連邦の検察当局は、声明を発表し、ポクロンスカヤについての質問が多数寄せられており、答えるのには、うんざりしていると述べた上で、ポクロンスカヤは、ツイッターやブログへの投稿はしておらず、交流サイトにも登録していないと、 改めて説明した。その一方で、自身を描いた絵画コンクールを開催していた。ありがとうございます。